こんにちは、下直香です。はい、今日はね、桜と三種、ピンクと黄色のカラーをテーマに生けていきます。牡蠣の紹介しますね。パイプつながりの牡蠣、東京の梅の牡蠣店さんで買い求めた牡蠣です。今日ね、複合牡蠣っていうテーマも入れていけていきます。はい、それではまず3種入れていきますね。これ前回のね、使いまして申し訳ないんですけど、まだ綺麗だし、ね、使いたいですよね、こういう綺麗なライン。ちょっと違うな、こうかな。よし、本当に今三種が綺麗な時ね、この黄色を生けれるの幸せですよ。うちの庭にも三種あるんですけど、まだつぼみが固くて咲いてはいません。ね、切るとね、庭師さんにね、ちょっと先生って言われるんで、自分ちのパスパスパスって切るのは辛抱しております。ね、よいしょ。一体感出しながらいけたいな。よっ。よいしょ。ほっ。あまりね、このパイプつながりの牡蠣って大きくないんですよ。だから気をつけていけないと、あとでしまったっていうことに往々にしてなります。で、これですけど、はい、こういう感じで入れたいということで、はい、よし、音を立てて、よいしょ、寝かす感じで、はい、どうでしょう。横長い、またまた展開ですけど、三種はこういう感じでいきます。はい、桜です。桜いけていきます。桜ね、私結構カットしたんですよ。桜がね、横にたなびくような感じで、こういう感じでいきたいな。これね、事前にね、枝、こうなんていうの、細かいところをカットしてます。どうしてもね、2種類重ねると、なんて言ったらいいんだろう、こう、うるさいなってお互い思うところがあって、事前調節が必要です、ね、これこうですね。どうだろう、このぐらいで。あ、これまずい、こう向きの枝でした。ということで、よいしょよいしょよいしょ、この辺を通してこう入れていきましょうか。よよ、どうだろうね。あんまりこの今この入れたのとかぶっちゃうから、これを後ろに引いて、ね、こっちを前に出します。よし、あんまいっぱい入れるとね、よくないんだけど、でも入れたいんですよね。これはこういうラインになりますね。お花の向きをね、気をつけてやらないとね、残念なことになっちゃいますもんね。これどっち向き、こうか。桜の花なんか入れるとき、本当に向きに気をつけないと、本当入れてからしまったっていうことを往々にしてあります。シュッ、どうだろうね。もうあんまり入れない方がいいですよね、混乱しちゃいますから。
さあここにお花物を入れていきたいと思います。どうでしょうね。これもうちょっと上上がってくれた方がいいな。後ろに回して上に上げましたね。ここのライン綺麗だもの。さーって、うん、これだけじゃないのよ。じゃあグロリオーサって、グロリオーサの位置が良くないかな。ここぐらいかな。これもちょっと低くしてこう、このぐらいね。どうでしょう。まあ花物系この辺でまとめてみました。一応こんなところで完成です。ちょっとあのうるさい線、それとかプラスするの、それだけ調節したいと思っております。作品ナンバー572、三秋と桜二色の花を生ける好評、行ってみたいと思います。あー、グロリオーサがなくなっちゃって小菊になっちゃってる、てへ。うん、あのグロリオーサの赤ってこの作品ピンクと黄色の2色でねいけるって言ってたのに、赤が入るとまずいじゃないですか。サクッと抜きました。なんでグロリオーサ入れちゃったんでしょうね。もう謎です。いや正直ね、これね、あの鼻炎と目の充血と戦いながらいけた作品なんです。だもんで思考能力がかなりっていうか相当落ちておりまして、うん、それでグロリオーサ入れちゃったっていうことを言い訳にさせてください。もう本当にね、正直ね、あのこの桜も満開になるまでアトリエのバケツの中で待機してたわけですよ。でね、いけながらね、なんか鼻がムズ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 きてる、うわーつらーって思いながらいけた作品なんです。もう私の努力を皆さん汲み取ってください。お願いします。もう朝起きた瞬間からなんか息苦しい、目がかゆい、本当に今の時期つろうございます。さて、それからこの複合牡蠣、あの東京の上野牡蠣店さんで買い求めた牡蠣なんですけど、あの口元が結構ちっちゃいのよね。だから太い大きな枝は入りません。うん、あのそういう意味でちょっとあのなんていうの、三種の枝こうちっちゃくしたり桜細くしたりしていろいろ工夫しております。さあどうでしょう皆さんね。え、ほんとあの3月この時期って春のお花がたくさん出てきます。楽しい限り、嬉しい限り、もう生きがいのある花材がたくさんだけど、アレルギー性の鼻炎と戦う私としては本当に本当に辛いシーズンでございますっていうことを重ね重ね、うん、ここで言いたいと思いますね。この三秋なんですけれども、うん、我が家にもこの三秋の木庭に植えているんです。でザクザクって切ってパーっていきたいんですけど、先生それはやめといた方がいいんですよって庭師さんに言われているので、まだこらえてますね。あのうちの三秋がもうパーンと大きくなったらザクザクっと切って、ザクザクっといけたいなーっていつも思ってるんですけど、まだまだというところですね。うん、さあいろんな角度から撮っておりますよ。ゆっくりご覧になってくださいな。さあそれでは皆さん、よろしかったら YouTube 登録およびコメントよろしくお願いします。コメントこそが私が作品を作る上での大切な大切なエネルギーです。今日はありがとうございました。